6ボルトは、紙の大きな作、尾形剛、イラストによる日本のライトノベル。電撃文庫より2001年12月から2003年12月にかけて刊行された。謎の異星人、管理者から地球に押し付けられた戦争。異星人たちは異星を侵略するときに、一定のルールの下で行うのを旨としていた。地球人は異星人、権利者から貸与された武器を用いて、権利者たちの代用存在と一定のルール下で戦わなければならない。人類が勝利を収めれば星間文明、連合の仲間入りができるが、負ければ土地、文明、文化の所有権を奪われる。地球の場合は、2016年1月1日から2018年12月1日まで世界中の様々な地域で予備選を行った後、その翌日から2020年1月1日になる瞬間までを本選として最終決戦を行い、どちらが勝者になるかを競うというものだった。世界中でランダムに選抜された17歳の少年少女たち。戦闘で死亡しても、クローンとして蘇ることができる、誰も死なない戦争。しかしそれは、死んでも逃げられない戦争でもあった。貸与された、作動原理すら定かではない強化装甲服をまとった、彼らは、凄惨な戦場に身を投じる。ありがとうございます。